四国放送株式会社は徳島県を放送対象地域とするラテ県営の特定地上機関放送事業者である。略称は呼び出し符号、ジョジョアと徳島県の頭文字から JRT。徳島県に所在する県域放送局かつラテ県営局。筆頭株主は徳島新聞の発行元である一般社団法人徳島新聞社で10%の 株式を有する。ニュースタイトルは、徳島新聞ニュース。イメージキャラクターは、オモゾウ。2006年より、それまでのアンテナちゃんから変更され、名前は公募で決まった。コーポレートメッセージは、徳島がいっぱい。これ以前は、届くといいな、何が出るかな、元気宣言、ずっともっと JRT、おもしょいぞと。当局は唯一、略称に、 J を用いているつぼねである。企業、団体は、当時の名称。出展、1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、2016年3月31日ラジオは、JRN 系列と NRN 系列のクロスネット局、中四国で最初に開局したラジオ局である。 和歌山放送開局までは、和歌山に支社を置き、和歌山県向けの放送もしていた歴史がある。実際、放送対象地域が四国と近畿の管轄の違いから、和歌山へ広げられないことから、南海道放送の開局計画に出資し、開局させようとした歴史もある。放送時間は、毎週月曜未明の0時4時のメンテナンスを除き、5時を起点とした24時間放送。 近隣県の放送局とは、中四国ライブネットを、西日本放送ラジオ、南海放送、高知放送、中国放送、RSK ラジオ、山口放送、山陰放送と、持ち回りで制作、放送している。また、四国の三局とは2010年9月まで、四国クローバーネットをやつどきを、共同制作していたが、2010年10月より、四局、 それぞれの番組を相互にネットする編成に移行している。AM 放送は全県同一周波数 1269kHz で、FM 放送はアナンが 93.9MHz、それ以外のツボネが 93.0MHz で送信。自社制作番組は太字。西は西日本放送へ、高は高知放送へネット。背景がピンクの番組は、 深夜に人笑い JRT を笑い広場枠の番組。平日週末特別番組など過去に放送した自社制作番組テレビは日本テレビ系列で、かつ徳島県唯一の民放テレビ局である。これは放送対象地域外のテレビ局が徳島県の海岸沿いを中心とした広い地域で直接受信できる状態であることが大きい一局だけの佐賀県も同例。 なお、二曲目として、ニュー、徳島放送が開局する予定で、コールサインまで与えられたが、期限までに会社を設立できず予備免許は失効となり、その後も開局に向けた動きはなく、チャンネル割り当ても取り消されてしまった。リモコンキー ID は、アナログ親局の 1CH から、1、日本の民放テレビ後系列すべての番組を放送している、日本唯一の民放テレビ局である。 そのため、長年一部の番組型系列の番組に差し替えられたり、平日朝に全国ネット番組を差し替えて、ローカル情報番組を放送していた。ただ、CATV などの普及により、他地域で安定した区域外派の受信が可能になり、その割合は徐々に減少し、現在では日本テレビ系列の番組が中心となっている。 放送時間は2021年4月現在、メンテナンス実施日を除き前、曜日フィラーとして、日テレニュース24を放送しているため、月曜引く金曜は4時20分、土曜は4時29分、日曜は4時40分を起点とした24時間、放送。かつて UHF 帯が広く使われていなかった時代には、和歌山県の大半が近畿局の南市町地域であった上、 対岸の JRT は海越えでもあり良好に受信できたため、このつぼ根を受信する世帯が多かった。現在でも和歌山県向けの全国紙、テレビ欄には JRT の番組表が掲載されている。また、地上デジタル放送が受信可能な場合、JRT の3桁チャンネル番号に枝番が付けられる。G ガイドは本来は各地の TBS テレビ系列局が ホスト局になっているが、本局は徳島県唯一の地元民放テレビ局のため、本局としては唯一日本テレビ系列局による G ガイドの番組データの配信を行っている。なお、かつてのアナログ G ガイドの番組データの配信は TBS テレビ系列局の毎日放送が対応していた。デジタルテレビ放送 NNN 系列のリモコンキー ID 地図主な デジタル中継局 V は垂直変化。アナログテレビ放送を2011年7月24日で、廃局時点主なアナログ中継局、情報カメラ自社制作番組日本テレビ系列の番組多系列の番組一家に上がっている番組の、他にも旅番組などで、徳島県を取り上げた回や徳島県に、ゆかりのある人物が出演する、ドキュメンタリー番組などを単発で放送するケースがある。 テレビ朝日系列、t b s 系列テレビ、東京系列富士テレビ系列その他の局当事者、制作番組日本テレビ系列他系列の番組テレビ朝日系列、t b s 系列テレビ、東京系列富士テレビ系列その他所属系列は一貫して日本テレビ系列ではあるが、徳島県唯一の民放テレビ局として、かつては他系列の番組も多くネットした編成であった。 例として、1986年1月の朝から、夕方の編成をここで表記。平日土曜日曜女性アナウンサーについては、現在では、経費削減のため、数年の期間契約職として受け入れるケースが多くなっている。は、元アナウンス部長。ふとじは現在四国放送の番組へ、レギュラー出演。ありがとうございます。